今回は謎の箱がアメリカから届きました。謎の箱、ちょっとこれよくわかんないんだけど、ここ届きました。情報はあの抜き去ってあるんで取られないようにはなってるんですけど、詐欺、また詐欺サイト、そうじゃない。謎の箱がちょっと先日届いたんで、爆弾とかではないと思うんで、とりあえず開けていこうと思います。爆弾、アメリカはから来るってことはね、あまりこう考えられないなパターンが骨もないし、してる人もおりないし、私はいるけどね。でも友達の名前じゃなかったから、友達の名前じゃなかった、開けづらいわ、いろいろとさすがよね、うん、いやすごい、なんかもうボロボロじゃないかよし、ここも忘れてないし、頑張れズンカチさん、綺麗に、綺麗にね、取れました。はい、では開けていき、開封していきましょう。じゃーん、じゃーん、何これ壊れたな、何これ、ジョリークッキーって書いてある、じゃん、トーククッキートゥービー、クッキークッキーですね、アメリカの、知ってる、これ結構有名な、あ、そうなの、ところで、なんでこれがうちに来たの、実はケイが頼みました、頼んだんかいアメリカのクッキー食べたくてお前、だからあんな最初によそよそしくこんなになってたのあのサプライズしようとは思ったんだけど、うん、嘘つくのはちょっとあれだったあ、これあげちゃった、いいね、あげてみましょう、なにこれ、すごすごくね、じゃーん、じゃーん、なにこれ、すげー、匂いも、匂いあってないよねわかんない、匂いかわかんない、何これすごいんだけど、これクッキーショットっていうやつで、うん、中に飲み物を入れる、マジ、うん、飲もう、飲もう、飲みたい、開けますよ、せーの、バーダー、うわーすごい、で、うん、中にこう牛乳だったり、はい、コーヒーだったり、うん、アイスクリームだったり入れて、うん、その容器ごとクッキーとしても食べれるっていう、すごいです、で、いろんなレシピとしても使えるっていう風に書いてあって、うん、それこそケーキみたいにして、うん、中にいろいろそれこそクリーム入れて食べるとかもできるし、すごい、冷凍させて冷やして食べても美味しいらしくて、うん、そうなんですよ、ちなみにこれは日本で食べるの、食べない、食べないの、すいません、ちょっとあの独占というか説明いただいちゃいますけど、なんか特別感あるね、さあ、今日本にこれしかないってことかもしれないからね、イエス、ケイがちょっと特別に頼んでもらいましたイエーイ、あ、じゃあそれ、ね、ネットでも買えないんだ、これはらしいです、うわー、今後来たら皆さんぜひ頼んでみてください、あとアメリカに行ったら頼めるし、うん、そうだよ、そうだよ、お店もあるので、 よかったらぜひ興味ある人は、うん、おしゃれー、すごい、超楽しみ、ちょっとじゃあここにこうやって置いて、これ味書いてあるのかな、書いてあるんじゃない、ね、チョコレートチップこれかな、うわうまそう、チョコレートチップがいいな俺、いやでもあなたが好きそうなのこれよ、チュロス、チュロスにする、これこれはこれがレッドベルベット、うん、ちょっとわかんないから、俺チュロスに、これがレッドベルベット、ほら私がさパンケーキ頼んだ赤いやつ、ああ俺これにしようかな、上がちょっと多分クリームチーズチックの味がする、これはで、これがダブルチョコレートクッキー、うわうまそう、うわ悩む分割、俺でもあはベルベットチョコ、あうまそう、じゃあ全部一緒に食べよう選べなかった選べ、これとこれは2個ずつあるみたいだから、これとこれを半分こしてくれた、そうしよう、うん、今ここにちょっとコーヒーあるから、うん、コーヒー入れてみる、じゃあ俺これコーヒー入れようかな、チョコレートね、うん、じゃあ、おぉ、すごい、こんな感じ、質感は軽い、意外とね、なんかもっとさ、粘土みたいにズチッとくるかと思ったら、そんな感じじゃなかった、めっちゃいい、かわいい、ほんと
匂いよ、めっちゃいいよ。あ、やばくない？やばい。じゃあちょっとそいつを注いでください。ついでください。ついでチョコレートコーヒーにしましょう。チョココーヒーにしよう。10秒くらい放置するって書いてあって。書いてあった。うん、2、3、4、5、6、7、9、10。 OK。 コーヒーチョコは感じない。コーヒーじゃあ一口食べるか。食べましょう。かじってみる。うん、柔らかい。柔らかいのこれ。うん、あ、おいしい。柔らかいんだ。アメリカのクッキーの味がする。はい。うん、おいしいね。この甘さたまらない。やばいねこれ、うん、好きな甘さ。ちょっとさ、冷蔵庫から牛乳取ってもらっていい？これ次、チョコチップクッキーミルクにするわ。これもまた周りはチョコチップクッキーなんだけど、中はチョコレートコーティングされてるから染み込んでこないんだよね、だから、うん、外だからもっと硬いクッキーかと思ったらね、軽い、柔らかい。めっちゃ柔らかくて美味しい、うん、いただきます。メルク飲みながらちょっとかじった方がいいね。これはうまい。飲みながらちょっとかじる、うん、汚いな。交換してたから今口の中のミルクとこの中のミルクミックスしちゃって。美味しいけどちょっと待って今あんまり。ミックスしないでくれる？おいしいね。飲みながら食べる思ったよりここが分厚くて難しかった。うん、好き。いいね、うん、ティーカップってさ、うん、日本では見たことない。見たことない。楽しい。ちょっと特別感あるからさ、うん、これそれこそ家に誰か呼んでみんなで一緒にやったら楽しいよね、うん、楽しい。デザートとか、うん、アメリカ行ったらできると。アメリカ行ったらできる、うん、めっちゃ食うじゃん。うまい。俺このクッキー大好き。これ懐かしい。うん、うまい。これも一緒に飲みながらやればいいのか。うん、合う合う合う。コーヒーめっちゃ合う。うん、おいしい。うん、まあ、はは、幸せ。次どれ行く？チロス。何ミルクか。ミルクかな。ね、うわ、いい匂い。いい匂い。これシナモンチョコじゃない？内側チロスの。シナモン大好き。ミルク、ミルク、ミルク。これはミルク。幸せ、幸せ。この企画最高だ。最高。どうぞ。センチャみたいな、センチャみたいな。あ、これ2回回してね。2回だ、違う、分かんない。あんた、俺ほやったんだよ。おみやし、おみやし。なんか汚い、霊法とは。チョコしかかじれてないよ。どう、うめ。あ、めっちゃシナモン、おいしい。うまうま、これおいしい。どれもいいね、うん、え、でも私結構このシナモン気に入ってる。シナモンうめえ。飲み物を入れてさ、ちょっと冷たくなったのもうまいね。うん、で、しかも珍しく甘すぎなくない？うん、これ日本のスタンダードだと甘いけど、うん、アメリカの甘すぎるとはちょっと違う。違う違う、うん、あとクッキー自体にちょっと塩が入ってるから、うん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 、甘じょっぱくてすっごいいい感じに食べれる、ね、今さ、ちょっとミルク飲み干してみたんだけどさ、うん、コーティングされてるみたいに油で、うん、こうつかないんだよね。あ、ほんとだ。見えにくいと思うけど綺麗に水気がなくなる。だからこれ染み込まないんだね。ね、レッドベルベットどうしよう。アイスいく？アイス行こっかじゃ、うん、これもう美味しそう。 100% 美味しいもん、こんなの。え、もういい感じ、うん、楽しいねこれ。ありがとう、頼んでくれて。いいでしょ。美味しい美味しい、楽しい。いいでしょ。ちょっとアメリカのね、うん、そのクッキーって、うん、皆さんはまあね、見たことあるし最近それなりに売ってたりもするから、うん、あれなんですけど、ちょっとこういう変わったクッキーもあるっていうのを紹介したくて、うん、食べてみていいじゃん、これ。じゃあ、どうぞ。
クッキーサンドイッチとかってアメリカだと結構、あ、そうなんだ、そう、チョコチップクッキーの間にバニラアイスクリーム挟んで食べる、はいはい、結構人気で私も好きなんだけど、すっごい食べにくいんですよ。これだったら食べやすいね。食べやすい、うまっ。いただきます。うまーね、やばくね。うまいね。あ、アイスクリーム大正解。うん、なんかすごいことになった。見て、ちょっと汚い、穴だらけ。どうですか、ズーカツさん、どれが一番？はい、シナモン。ね、シナモン美味しいよね。うまい。次はチョコチップ。その次はこれ。おお、チョコレートがラスト、うん、チョコレートラスト。想像したと一緒だった。あー、なるほどね。個人的にはうまいんだけど超える感じじゃない。うんうんうん、超えてきた、こちら。うん、これは前食べたね、パンケーキ屋さんで。うん、俺あっちの方がいろいろ好きだったかな、味は。まあもともとケーキだからね、これは。うん、美味しいんだけどやっぱどうしてもクッキーにしちゃうと味がね。うん、でもこれはこれですごい美味しい。前のパンケーキは、パンケーキのやつは日本人は好みが出るかもしれないけど、うん、これは多分みんないける気がする。うんうんうん、あの癖がそこまでない。うんうん、でも俺はちょっともっとパンチが欲しい。癖がある方が好き。そう、美味しいチョコチップクッキー。うん、本当に本当に美味しいチョコチップクッキー。うんうん、日本じゃこの味は食べられない。神。です。K は？ K は実はほぼ一緒で並び。うん、これとこれでも同じくらい好きかも。はいはいはい。何がいいって最初さ、そのコーヒーだけで飲んだんだけど。うん、コーヒーと一緒に食べたらうまかったね。すごい美味しかった。確かに確かに。これ正直全部甘すぎはしないんだけど、そうそうそう、この中ではこれが一番甘いかな。そうだね。でそれだとコーヒーと一緒に飲みながら食べると、うん、おしゃれなさ、カフェのカフェモカとか、はいはいはい、チョコレートが入ったフラペチーノみたいな、うん、超高級感出て。確かに出る。私それがちょっと感動した。確かに一番コーヒー合ってて美味しかった、うん、それはそうかも。うん、でこれは、うん、アイスクリーム合うね。合う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 横でバカすごい変わってるとか、うん、パンチが効いてるわけではないから、そうそうそう、っていうのは分かる、うん、で同じような意見かなって。でも味はすごく美味しい。味うまいよね。で、チョコチップクッキーはもう元々好き。これ1位になるかと思った、正直。あー、なるほどね。自分の、そう、食べる前はこれが1位になるかと思ったけど、うん、いざ食べてみたら、このシナモンがしっかり入ってて、シナモン苦手な人はこれ絶対無理だと思う。絶対無理。かなりガッツリシナモンだよね。すっごい強い。でもシナモン大好きって人には、めっちゃ美味しい。これこそ、パンピンスパイスラテとか入れたい。うまそう。なんかコーヒーにシナモンとかナツメグとかかけたような、そういうラテとか入れたら超うまいと思う。うまそう。カフェラテ、これカフェラテがいいと思う。はいはい。これ牛乳がすごい合う。牛乳めっちゃ合ったね、結果的に。うん、これはアイス。アイス、何アイスでも結構おいしいと思う、うん、でこれはコーヒー、うん、なんかさ最初入れた通りになったね。うん、たまたま。あ、でもこれはカフェラテにすればよかった。これだけね、そうやって工夫すればもうちょっと美味しくなったかな。もっとよりね、さらに引き立たせるかなって思うけど、うん、まあ、全部がまんまで美味しいからね、うん、そのまんまでコップ食べるの楽しいね。楽しい。こういうのパーティーとかにあったらめっちゃテンション上がるわ。あー、これは楽しいだろうね。ね、みんなでさ、こう食べ比べじゃないけど飲み比べみたいな感じでね、うんうん、中身変えていろいろ試すのも絶対楽しい。ね、いいなー、これ日本に来ないかな。ね、早く来てほしい。ね、めっちゃうまいんだけど。来たらまたお知らせしますので。お知らせしますので。今はまだ日本にはないんですけども、はい、アメリカに行くことがあったり、うん、今現在ちょっとアメリカに住んでる方とかいらっしゃったら、うん、ぜひ試してほしい。試してみてください。本当美味しい。え、もうめっちゃ楽しいね、うん、これずっと食べてられる。味が強すぎないからずっとポリポリいける。あとやっぱね、塩効いてるのがいい。うん、皆さんも試してみてください。うん、ちょっと難しいかもしれないけど、ぜひこのジャーリークッキー、正直これだけじゃないんですよ。うんうん、うん、このお店が他にもいっぱいあるんだ。いろんなのあって、クッキーの中にそれこそチョコレートとかがいっぱい入ってて、うん、
こう半分に割るとトローってなるやつ。それもすごい気になってるんで、はい、いつかそれも食べたいなと思ってるんだけど、いやでも本当にここ味美味しいから、はい、ぜひ試してみてください、ね、じゃあ皆さんもし試す機会があったらぜひぜひやってみてください。以上になります。